これ危ないな、危ないなこれ。レベル、うわ、ハイバーちょっと本当に。あったということで、はい、ちょっと、はい、今回はレベル5に分けて、レベル1からちょっと難易度上げて、ちょっと初めて受けると思うんですけど、はい、ぜひちょっと合気道まず受けてみてください。はい、お願いします。まず1本目はですね、ちょっと次も見せます。前向きにまず呼吸投げ、天秤投げとか肘当て呼吸投げっていう前向きに。最終的にはですね、もし痛め相手を関節決めたい場合、こう肘で決めてで投げるんですけど、前向きにさせたいので前に行ったらこういう、まあ、難しいと思うんですけど、はい、強敵じゃないと思う。はい、はい、いや、もう投げられるってことですか。初見でってことなので初見でなので。じゃあちょっと強めにやっていいですか。ガツリやる、はい、真剣にちょっとやります。はい、失礼します。いや、そうなんです。もう、はい、力いった方に受け身取ったわけですけど、ちょっといや、状態的にこれ大きい選手がなかなか引かないと肘を引くと。いや、そうだろうなと思いました。あとは本当に大きければ肩で、わ、はい、そしてこの決めながら決めやるのは本来のやつです。お前決めだけだったらこういう感じで引きます。うわうわでも取ると全然なります。取らないと結構すごい。取れるから。さすがプロレスラーの反応がいいので、ここで我慢すると気がするんですけど、絶対そうです。回転すると全然痛くない。はい、危ないなってやっぱ思うと受け身を取っちゃう、もう癖がある。いや、それも合気道かと同じなんです。すぐ受け身を取ってしまう。でも怪我しなくていいですよ。いや、そうです。いや、あんなん耐えてたらだって普通に。そうなんですよ。でもやっぱさすがです。もう初見では取れないよね、やっぱね、普通ね。いやいやいや、投げ方もやっぱり。じゃあちょっとレベル上げます。はい、ありがとうございます。小手返しといって、例えばボルクハン選手、ボルクハン選手、リングスのボルクハン選手、コマンド3本、はい、ボルクハン選手がよく力任せにガーンと大きい選手でも手首っていうのは弱いところですので絶対引くんですよ。でさらにプロレスラーぐらい大きくて手首をひねるとそれだけでいいんですけど、今日はちょっと受け身に決めておきたいので、大きな受け身投げるタイミングは使います。手首を大きくひねるので、いや笑っちゃいますね。いや自分が投げられると思うと笑っちゃいます。でもやっぱ清明先生だって絶対、はい、絶対できます。普通の人だったらやっぱ受け身しながら怖いので体開いちゃうんですよ。でもここも一気に回転してしまえば全然痛くないんですよ。はい、いやこれもいきなりちょっといいですね。すいません分かりました。いきなりなんですけど分かりました。申し訳ないです。お願いします。よし、実験に行きます。いきます。失礼します。失礼します。いやいやいや、
ありがとうございます。大丈夫です。いやもう本当練習してきた練習してたかと思うぐらいですよ。ね、できないよね普通。いや、柔道の人でもやっぱ難しい、はい、手首決められてるので、また柔道とかの受け身とも違うんですけど。いやでも正直こう受け身やっぱりすごい取りやすいなっていうのがあって、クッてやっぱ持ってかれるので、もうその方向に受け身取りに行けるので。でもそれは清宮選手やっぱ柔らかくて、しかもプロレス的受け身なので、リラックスしてるから、これ硬いと手首痛いんですよね。そうですね。そうですね。すごいっすね。いやこれちょっと難しいかなと思ったんですけど。すげえ。ちょっと稲村選手。いや怖い。ちょっとゆっくり、最初こういう感じなんですよ、はい、手首なので。はい。こういう感じです。はい。それをですね、思いっきりひねるので。はい。この方法に。に。上手です。さすがです。でも今度も何回もする。取らなきゃし。終わります、ね、そこれ、はい、ちょっと良くないですね。危ないですね。だって稲村選手ぐらい力ある人が、うん、とにかくこの方向、あこの方向に思いっきりちょっとひねってもらって、はい、本気で、はい、ひねってもらえば手首ひねって取り方分かんなかったらここで、ね、そうなっちゃうんです、はい、いやでもすごい適応力ですね。いやじゃちょっとレベル上げます。はい、肩切ります。これ危ない、危ないな、これレベルスコア危ない、肩決まってます。どうなってんだこれ、はい、危ない。これはですね、ちょっとゆっくり最初後ろ受け身から、はい、そっち嫌いじゃなくて後ろも怖いと思うんですけど、ここから行きます。下に行きます。わかりました。うわ、はい、はい。そして今の肩を決めている感覚で、はい、本番をちょっと練習なしでいきます。今の下の下に落ちればいいだけですか。いや、これなんですよ、はい、あここ肩決まるので、はい、パンって肩決めて、はい、危ねえ。いや、これ本当に危ないです。これ危ないですね、はい、いや、本当に危ないですね、はい、いや、本当に危険なんですけども、はい、清宮選手だったらこれ合気道でも危なくて、はい、怪我する人も多いので慎重にしないといけないんですけど、ちょっと本当、はい、これはプロレスと同じ信頼関係で、やっぱり本当にできる人だから、ちょっと本気で私も集中して、はい、集中してお願いします。お願いします。失礼します。これ本当に危ないです、肩です、ね、はい、いやー緊張感やっぱありますね。これはもうふざけてやるもんじゃなくて、はい、集中しないと。手首だったらいててで済むんですけど、す、ね、肩外れます。はい、危ないですね。いやでもいや回転感覚が、はい、普通にやってるように、なんかやってるみたいですよね。いやでも本当にこれ投げる側の技術がやっぱりすごいかな。あでも投げる側も確かに持ってかれたら捨て身になっちゃうと危ない部分もあります。いやでもいやプロ選手は絶対取れるじゃん。プロ選手はすがなんで、ここ肩いくのがこの方向に、そうはい、いきます。さすが、そうなんです。左右この体でやっぱこう肩決まるの危ないですよ。でも回転することで、はい、お願いしますね。すぐレベル次に増やしちゃったからね。これ以上があるのかっていう怖さが。今度はですね、レベル4ちょっと早くいっちゃいますね、はい、腰投げ特殊です。腰投げといって飛び降りを食らうんですけど、腰に乗せて乗せて、難しいと思います。腰投げ、ちょっと傾くのかも、この形で背中じゃなくて
背中が届いたんですよ。腰、手強いんで腰のところに。腰だとあの投げる方も、私体重60ないんですけど、120キロぐらいのやつまで乗せられるんですよ、バイクの。で、この何が難しいっていうと、やっぱ自分で飛んじゃダメなんですよ。そうなんですか。はい。なんか、あの、見た感じだと1個前の方が。あ、そうなんですけど、これ頭打つと思います。あー、確かに。これはですね、あの、受け身の仕方がありまして、ここの手がなかったら、頭が落ちちゃって出ました。この手があると、回転してですね。回転してですね。そう、してですね。してない飛び受け身は頭になってしまう。引かずにやってたら危なかった。もう一回押してほしいです、これ。手を初見。初見頭打っちゃう。頭打っちゃう。こっちの手が重要でして、はい、こっちの手を。ということで、視点を作って頭を打ったからになってます。これも危ないだ、ちょっと集中して。うわぁ、よっしゃ。はい、失礼します。こっちの手ですね。はい、そうです。完璧。いやー、すごい。リラックスできてるから大変ですね。いや、これ怖くて、本当に体大きな選手って、体大きな人はリラックスできないんですよ、怖くて。いやー、でも先生、もう一回いいですか。今ちょっと受け身失敗してた気がする。でも、なんだろう、もう一回いいですか。あれなんかダメだな。これ難しいと思う。そう、受け身だからレベル4って分かりますよね。はい、はい、分かります。受け身が1個の音で取れないのがちょっと悔しくて、はい、そう、確かにもう一回あのやらせてもらって、いやでも回転ができてるので、はい、安全です。頭から落ちたり、はい、下手に手つけると骨折したり、はい、頭打っちゃうんですよ、はい、いやでもちょっとこれ難しいですけどいいですか。はい、腰の力強いので、はい、これしっかり支えるといいです。おー、ここはちょうどしてしかも、はい、そう、タイムポーンってきそう。じゃあ、こっちに行くんですね。おー、あれは。僕より勇気を取ってます。いや、でもちょっと腰だけ上手ですね。あ、本当ですか。一体化して落ちるって結構難しくて。ちょっと柔道やってたのもあるかもしれないですね。ちょっとあれだね、ちょっとやってこいしなきゃ。清宮先生だったら運動神経いいんですよ。できそうだ。できそうだ。いや、こっちの方が絶対、ね、清宮先生、ちょっと何が起きてるんですか。あれは回転したんです。何、どういうことですか。これはですね、やめろ。こっちでやってますよ、はい、ここ持ちながら視線に縦回転で、はいはい、体を旋回させて立つ。あー、これできないっす。これは、だって理屈がどういうことこれ。ちょっとゆっくりじゃん。はい、ここからここ視線に、すごい、切り込みしてる。あ、切り込み、はい、逆の方がやりやすいかも。はい、逆の、あれ今他の先生にやっていただいたので、こっちですか。あれ逆、あ、こっちですか。はい、大きい人が乗られます。はい、こうして、あー、はい、OK です。はい、これはできる、できます。いけるかもしれない。お願いします。いや、難しい。いやでもレスラーブリッジで、そう、回ってて、先生もう一回見ていいですか。はい、いいです。はい、これは別に初見でできなくてもいいです。タイガーマスク的な様々な。そして、これ自分で飛ばないですか。あ、ちょっと飛ばないです。あの、どれだけリラックスジャンプしないですか。了解です。
ょっと一回一回やらせてもらっていいですか、はい、これは難しいな。私も同情戦に絶対やらないんですけど、プロレスラー、プロの一流レスラーだと絶対できます。で本当危ない技で、はい、ちょっと見せていただきます。変形技なんですけど、捨て身いきます。捨て身いきます。フルロースのアームドラッグ的な、これに近いんですよね。近いんですけど、腕絡みといってこうかかってるのを捨てみせる。ちょっとこれで飛んでみますか、一回、うん、はい、いきますね。この方向なんですか。あ、こっちです。腕絡みとこの方向をかかる、ちょっとこの方向で、はい、ここが難しいポイント。手首、肘、肩が決まってる。これでも危ないんですけど、さらに捨て身といって体重がかかってるので、はいはい、結構我慢する肘もあるし、はい、その方向に回れば全然痛くないんですけど、はい、もしちょっとでも躊躇してしまう、怪我したら、ちょっと一度スローで見たい。あ、はい、行く、これは本当に、はい、無駄じゃないですけど、連続技が入ってまして、肘を、腕肘っていう、肘の高さが入ってます。で、しゃがませといて、こういくので、投げる方向が、この方向、私、だから頭を、ここが決まってるので、遅れたりしても危ないですし、途中で体開いてしまったら肘に負担かかる。はい、で本当これ集中して、はい、いや本当これ危ないので、絶対動画で真似しないですけど、清宮選手ほどプロでやってる人だけ、鍛え抜かれた人しかやっていけないことです。分かりました。本当に集中して、本当に力を抜いてた方がいい。そうですね、力抜いて、その力かかる方向に、はい、行きます。流れでってきます。わかりました。こっちもじゃあ、どうもです。はい、できます。今側頭部打ちました。外だけ。いや全然大丈夫です。受け身はちょっと。でも言葉は大丈夫ですか。言葉は大丈夫です。結構難しいですね。難しいですね。低い受け身になるので。そうプロレスより一番低い受け身かもしれないです。はい、これ難しいですね。もう一回だけいいですか。わかりました。すみません。もう一回。行きます。はい、行きます。はい、ちょっとタイミング的にはあれなんですけど、はい、でも怪我するやつじゃないです、はい、受け身取ってる感じは、はい、
怪我しないぐらいでは取れてると思うんですけど、はいはい、難しいですよね。これは難しいですね。合気道では捨て身って基本的にないんですけど、はい、自重を生かすので、はい、非常に危険な技なんですよ。で逆関節決まってるので、はい、本当にやっぱあまりやって、いやすごいこう速いこう低い受け身なので、はい、あんまりこう試合で受けたことないような受け身ですね。ちょっとじゃあ稲田先生、これ見てて思ったんですけど、はい、関節決まってるじゃんだけじゃなくて普通に脳天から落とせる危ないですよ。そうし、これ危ないです。でも縦回転で入ればプロレスラーの方だったら頭打たない。ちょっとゆっくりいきます。こういう流れですね。でここが決まってるので、でこの流れ的にはここで肘をいやーっていう感じです。まず肘をバカ、マジで肘がバカ。ここをゆっくり肘を切って、そしてその反動を生かしてこうバッてちょっと投げないとこうに入ってる。ストリートドラゴンスクリーンじゃないですけど、メガナミストリートドラゴンスクリーンじゃないですけど、いや怖い。でもあのちゃんと縦回転できてるので受けます。腕絡み式のドラゴンスキルってことですか？そうですね、腕絡み式のドラゴンスキル。でもこれはもう清宮先生のチャンネルで最後ああ、俺は勉強しなければと思いますので美味しいところが、はいはい、レベル5までやっていましたけど、はい、やっぱさすがだね、トチャルね。いやもう本当にできないですよ。初見でなんてとんでもないですよ。いやできた気がしてない。いやいや、できてます。やっぱ怪我したもんね。そう、縦回転で回るっていうの結構競技も少ないじゃないですか。だからやっぱ受け身慣れているプロレスラーと安心して投げれます。緊張感すごい。いや、でもやっぱり一流選手、やっぱプロ選手はすごいね。肉体もすごい、身体能力つくってある。対応力ですね。やっぱりプロレスっていろんな選手が対応力が君をこう取ることにあんまりこうフォーカスするっていうのであんまりないじゃないですか、はい、他の、確かに、はい、あの格闘会とか、はいはい、やっぱ合気道のこう方とやって改めてこうなんか新しいこう受け身っていうんですか、それが今日できたのがすごく勉強になって、あ、そうだったです。やっぱ本当受け身の共通点、そして受け身が何より大切ですよね。そうです、怪我をしてしまったらどんな曲もできませんから。で受け身をして体を作っていくっていうのはもうプロレスも同じですよね。そうです、ね、合気道もガンガン受け身して体を作っていくんですよ、はい、いやでも今日はもう本当に一流プロレスラーの本当に良さを見ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんプロレスリングノア、そして清宮選手、宮村選手を応援してください。そして清宮選手の YouTube チャンネル、こんなの初めて的にこんなの初めて的にコラボしておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、よし。おお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 お、うわー、でもいやすごいですね。体脂肪率がないので危険なんですよ、プロレスラー。そうですね、はい、体強そうですね。いやでも強そうな体やばいですね、これを、はい、いいんですか。いや、はい、胸を、はい、あの胸をちょっとこうしてしまうと危ないので、ちょっと張り気味でリラックスしていただけたら、はい、はい、お願いします。お願いします。いきます。これ本当に何 5% くらいだと思うんですけど、いやいやいや、でも、はい、来ますね。気持ちを込めて打たせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。